きまして、学人アップデートと題しまして、私、野田の方から学人のお話をさせていただきたいと思います。はい、今回のオープンフォーラムのテーマ、オープンサイエンスというキーワードが出てまいりました。そしてクラウドという言葉もございます。まあ、そういった観点から学人がどのようにお役に立てるのかというのを考えてみたいと最初に思います。まあ、こちらこれからの学術情報基盤ということで大きな絵を描いてみました。まあこれまで学内にあったような計算資源であるとかストレージ、そういったサービスですね、こういったものが学内のみならず学外のクラウドサービス、こういったところに分散していく、そういったものがこれからの研究教育環境として考えられます。特に欧米ではクラウドを活用いたしまして、研究を行っていく、そういった環境整備が進行しております。これは当然これから日本においても、発生していくであろうと考えられる事象でございます。これを、学人が対象といたします ID 管理あるいはアクセス管理という立場から考えてみますと、一つが、サービスの提供者が学内学外に散在していくということになります。これまでサービスの基盤というのは学内に閉ざされていた、学内でオンプレミスでサーバーを立てていく例、あるいは学内でプライベートクラウドを組む、そういったものもあったと思うんですけれども、今度はそのサービスの提供基盤が学外のみならず、学外にも広がっていく。学外といいましても、いくつの大学で一つクラウドサービスを立てるようなアカデミッククラウドと呼ばれる形態だけではなくて、さらには、パブリッククラウド、商用サービスですね、こういったものも使っていく、そういった環境になることが予想されます。そういったところにも確実に ID パスワードを運用していく必要があるということになってまいります。そしてオープンサイエンスの特徴といたしまして、計算資源特定のビッグデータあるいは計算資源を複数の大学複数の研究者で共同利用する、そういった使われ方というものが想定されます。権限のある人を確実にサービスを利用できるようにする、権限のない人は確実に弾いていく、そういったアクセス管理というものが求められてまいります。さらには複数の商用サービス、あるいは複数のクラウドサービスね、こういったサービスを組み合わせることによって、サービスの活用の幅が広がっていくということも期待されていきます。どこから提供されるサービスなのか、それが学内なのか学外なのか、あるいは公的なものなのか、あるいは商用のものなのか、そういったものを意識することなく、複数のサービスですね、これをシームレスに使っていくこと。でさらに大事なこと、そういったサービスを安全に使っていくこと、そういった環境というものがこれからの、学術情報環境として必要になっていくだろうと考えられます。でこれを実現する、認証という立場からこれを実現していく技術がシングルサインオンということになるかと考えられます。シングルサインオンの特徴、今更ながらですけどもう一回まとめてみたいと思います。シングルサインオンでは認証というところですね、認証の処理をサービスから分離していきます。すでに学人に参加している大学の方、あるいは研究機関の皆様ですとお分かりだと思いますが、認証というものは各サービスで行うではなくて、学内で設けている認証サーバーに一括させるというやり方ですね。パスワードの流通範囲が学内の認証サーバーのところまでに限定されますので、漏洩の可能性が下がってまいります。また、学人ですと特にもアクセス経路が SSL サーバー証明書によって暗号化されるということで、通信路が保護されるという特徴も出てまいります。さらには、認証認可のところ、サービスの認可のところですね、認証は各大学で行いますが、サービスの利用認可はそれぞれのサービス先、連携先のサービスで行いますけれども、こちらの方には認証されたという情報が渡れば十分、あるいはサービスによっては誰がアクセスしてきたかという情報が必要かもしれませんが、生の ID、生のパスワードが渡される必要は全くありません。そういう意味ではプライバシーの保護にも資する、これがシングルサインオンの特徴といえます。認証処理を学内の認証サーバー、ITP サーバーに集中させることによって、ID の管理コスト、これを下げていくことも期待されます。サービス一個一個に ID、パスワードを持たせるとなりますと、やはりそれぞれに守っていかなければならないということで、管理コストが非常に大きくなってまいります。これを避けることができます。さらには一箇所を堅固に守ればいいということで、この一箇所のところにしっかりとした認証機能、例えば多要素認証であるとか、生体認証みたいな、そういったものでもいいかと思います。そういったより確実な認証システムを投入することによって、より高度な認証環境を作ること、こういったこともシングルサインオンですと容易になってまいります。ということで、これからのクラウドサービス、認証というところで後押ししていく非常に大きな仕組みというのは、このシングルサインオンになってまいりますが、
これ学外のサービスに対してもこのシングル採用の仕組みを広げていこうとしますと、この機関の連携のために、仕様の統一というものが必要になってまいります。さまざまな決め事、通信のプロトコル、あるいはこういった ID 流しますよ、こういう ID に決め事をしてまいりましょう、そういった括りが必要になってまいります。こういった大きな信頼の輪っか、これがフェデレーションと呼ばれるものです。特に学術においては、学術目的 の, ID, ID 管理者、大学や研究機関ですね、こういったものと学術向けのサービスを提供するサービスプロバイダー、サービス提供機関が一つの大きな信頼の輪っかにぶら下がる学術フェデレーションというものが国を単位にして活動しております。日本ですとこれが私どもで行っております学認という取り組みになります。先ほどからご説明しておりますシングル採用の技術を活用することによりまして、一つの大学、一つの研究機関に閉じたサービス提供環境ではなくて、学外も含めてその同じ仕組みを活用していく、そういったことが可能になってまいります。またこれを実現するためには、先ほど申しましたとおり ID の提供側とサービスの提供側ですね、双方の相互の信頼性、こういったものが必要になってまいりますが、そういったルールと評価の仕組みを共有することによって信頼の枠組み、こういったものを作っていくことも可能になります。これも国ごとに形成しております学術フェデレーションの役割、私ども言えると学認の大きな役割になってまいります。先ほど中村先生の方からお話しありましたとおり、この学認というものが、現在の体制になりまして、1年ちょっとになるかと思うんですけれども、学認に参加する IDP 非常に増えてまいりました。現在国立高専が 100% 加入したこともありまして、国内162の機関にご参加いただいております。 ID 数に直しますと大体ですけど118万、教員と学生の単純合計なので、実際に使っている数というわけではないんですけれども、理論的には118万ぐらいのユーザーがこの学認をご利用いただける環境になっております。また提供されるサービスも順調に増えておりまして、現在132のサービスがご利用いただけることに、ご利用いただくことも可能になっております。メインのサービスは電子ジャーナルをはじめとするコンテンツ系のサービスですけれども、ここ1年の傾向を見てまいりますと、e ラーニングのコンテンツが非常に増えてきたなという印象がございます。e ラーニングにつきましても、これも特定の大学で閉じたサービスにするのではなくて、複数の大学でコンテンツを共有する、そういったことが可能になる、これが学認の仕組みですので、複数の大学で教材の作成管理コスト、こういったものを下げるということも期待されます。これから増やしてきたのはクラウドサービスですね。まだ大きなところというのはなかなか増えてきていないんですけれども、いくつか業者さんともお話をさせていただいておりますので、こういったところが入ってきますと、また皆様に魅力的なサービスを提供できるのではないかというふうに考えているところでございます。これはまた時期が来たら皆様にご案内できるかなというふうに考えておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。さて、先ほどから申しておりますとおり、このフェデレーションという仕組みでは IDP と SP の相互の信頼というものが非常に重要になってまいります。IDP からサービス提供者の方には、この人は自分の大学の人ですよという、そういった大きな情報しか流れません。サービス提供者の方では、この大学の言ったことを信頼して、じゃあこの大学が言うんだから、じゃあサービス使わせましょうというふうにサービスを提供してくださるわけなんですが、この信頼関係が成り立つためには、 IDP、SP、大学側、企業側双方で学認で作っている決め事ですね、こういったものをきちんと守ってくださるということが重要になってまいります。このため私ども学認では、IDP 設置機関、大学さんあるいは高専さんのような IDP 設置機関ですね、こちらの方を対象にいたしまして、年に1回アンケートを行っております。確認アンケートというふうに申しておりますが、これは各 IDP が私どもで作っております決め事、具体的には学認の実施要領、あるいは学認技術運用基準ですね、こういったものに基づいて運用されているかどうかをセルフチェックしていただく、それのための作業というふうにお考えいただければと思います。これでダメだからといっていきなり学認から退会してくださいねというふうにやっているわけではありません。あくまでも各機関様の方で自分のところの運用どうなっているのかなというのを客観的に見ていただくための、そのセリフチェックでございます。平成26年度、昨年度は、
9月末日現在に学人運用フェデレーションに参加している大学様、あるいは高専様ですね、 IDP 設置機関の対象に、実施させていただきました。10月28日から1ヶ月間、実施いたしまして、おかげさまで、136の機関様からご回答をいただいております。ご協力くださった、機関の皆様にはこの場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。さて、この学人アンケートの結果、ご回答くださったIDP 設置機関の方には、4月の頭だったと思うんですけど、郵送で結果をお送りしております。全体の数字を見ますと、126の機関様、ほぼ、9割以上ですね、9割以上の機関様では、私どもで作っております、技術運用基準に沿った適切なレベルの運用が行われていることが確認されました。また、残る10の機関様におかれましても、まだテスト的な運用であったり、あるいは、もうちょっとドキュメント、規定類ですね、こういったものを整備してくださると、より適切な運用が行われるということで、これも決して悪くはない結果だったのではないかというふうに私どもでは考えております。もうちょっと具体的に中身、ご説明いたしますと、今お話ししましたとおり、ご回答いただきました136の機関様、どこも全体としては良好な運用レベルにあったというふうに考えております。で、多くの大学、IDP 設置機関で、IDP は全額的なセキュリティポリシーの枠組みの中で運用されているということが確認されました。IDP 独自に運用規定を決めているというところは、実はそれほど多くない、高専様とかが確か IDP の設置運用ポリシーを持っているということで、各高専は全部これ、イエスだったと思うんですけれども、個別で設けている例というのは、それほど多くはないかなというところですけれども、学内的なポリシーで運用されていることが確認されております。また、重要なところとしては、利用者 ID ですね、これが各部局で勝手に作っているわけではなくって、人事情報であるとか、あるいは学務データであるとか、その組織にとって一番重要な基盤となるデータからきちんと情報を取っている、あるいはこれに準じるデータから情報を得て ID を作成している、ID を得て運用している、そういった IDP がほとんどであることも確認されております。また、これ、ほぼ同じような質問を毎年やっているんですけれども、前年度との比較で申しますと、個人情報保護規定ですね、こういったものの策定率、あるいは UApproveJP、送信する属性を確認して、それに同意を与えるシステム、プラグインとして私ども学人の方で提供しておりますけれども、こちらの導入率がともに前年度より上昇が見られました。そういった形で学人アンケートの結果を拝見すると、皆様非常によく非常に丁寧に運用いただいているかなというふうに感じているところでございます。ぜひ引き続き現在の運用レベルをこう維持していただき、あるいはさらに向上を目指していただきたいと思っているところでございます。さて、この1年の、学人あるいはシボレスの環境をめぐる大きな流れの中で一つ大きなニュースがございました。現在というか、これまでですね、学人では IDP を構築される機関には、IDP2 系統ですね、シボレス IDP2 系統での構築をご案内してきたところですが、これの大きなメジャーバージョンアップとなります、シボレス IDP バージョン3というのが、昨年12月にリリースされました。先ほどお話しいたしました、UApprove のような送信する属性ですね、これを選択する機能が、プラグインではなくって標準で入ってくるというところで機能の向上が見られます。現在の最新バージョンは 3.1.1 になっているようです。さて、そうしますと、今までバージョン2で組んできた IDP はどうなってしまうのかというところで、これにつきましても、先月ですね、非常に大きな情報が流れてまいりました。シボレスコンソーシアムの発表によりますと、現在のシボレス IDP バージョン2、こちらが2015年、今年の12月31日から段階的にサポートが縮小されることが発表されております。サポートの縮小は現在4段階で発表されているんですけれども、フル EOL、非常に重要な脆弱性への対応ですね、こちらの情報提供も、来年2016年の7月31日をもってサポートを終了するというアナウンスが流れてきております。それぞれ、定義が出ているんですけれども、いずれにせよ、あと1年ちょっとで IDP2 系統については公式のサポートが打ち切られるということが発表されているところでございます。
で現在 IDP を構築されている機関、おそらく IDP3 で組んでいるところはまだないと思うんですけれども、 IDP2 を使っているところにつきましては順次 IDP3 に向けてアップグレードを行っていただく必要がございます。で生のシボレス IDP を入れている大学さんはもちろん、アプライアンス製品を入れているよという大学さんでも、そのアプライアンス製品の中身がシボレスの場合には当然このアップグレードの対応を取る必要が出てくるかと考えられます。私ども学人の方でもこれどのような支援ができるかということを現在検討しているところでございます。まあ、一例ともいたしまして、今年開催いたします情報処理技術セミナー、こちら大学の教職員の皆さんも対象といたしまして2日間の日程でシボレスの環境構築を行ったりするセミナーなんですが、こちらの活用編におきまして、まあ、シボレス IDP2 から IDP3 へのアップグレード、こちらを体験するというカリキュラムを予定しております。直近ですと7月の頭に1回あるんですが、ごめんなさい、こちらにつきましてはもうすでに申し込みの受け、申し込みの受付が終了しております。次の機会は12月の確か11、12だったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、私ども国立情報学研究所 教育研修事業のウェブページの方でご確認いただきたいのですが、この12月上旬にもう1回、チャンスがございますので、大学等にご所属 の、まあ、教員教職員の皆様におかれましてはぜひこちらの方の受講をお願いいたします。また、こちらの教育研修事業はあくまでも大学に所属する方が対象となるんですけれども、これとは別に企業の方でも受講いただけるようなセミナーができないか現在検討を始めているところでございます。こちらにつきましてはまだ正式にお話しできる段階にはなっていないのですが、決まり次第学人のウェブサイトあるいは、公式の情報交換メーリングリストの方でご案内をいたしますので、情報をお待ちいただければと思います。また、この情報提供ですね、学人事務局といたしまして各機関様にどのような情報提供をすればよいのか、まあ、そのあたりのニーズを探るという目的がございまして、皆様にアンケート調査を行いたいというふうに考えているところでございます。まあ、現在すべての IDP を対象といたしまして、まあ、現在どのような環境でシボレス IDP を動かしているのか、あるいは実際に使っているのはシボレスなのか、あるいはそれの他のものなのか、あるいはアプライアンス製品を入れているのかどうか、あと実は一個重要なのがプラグインを入れているかどうかというところですね。プラグインが入っているとちょっと単純にアップグレードを効かないかもしれないという情報がありまして、まあ、このあたりも含めて、まあ、ニーズ調査を行いたいと考えております。こういった形、あとはごめんなさい、企業様につきましても特にアプライアンス製品を出している企業様に、まあ、どのようなサポートが必要、どのような製品を作っていらっしゃるのか、あるいは、まあ、私どもでどのような情報提供ができるのかということで、まあ、アンケート調査をさせていただきたいというふうに考えております。こちらにつきましても近日中にまたご案内ができるようにいたしますので、情報をお待ちいただければというふうに考えております。また実際に、お願い、特に IDP 設置機関の皆様に対しては、まあ、おそらく運用責任者向けの、メーリングリストでまたご案内を差し上げることになると思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。さて、以上大体この1年の、学人をめぐる動きについてご案内を申し上げてきたところですが、もう1個、皆様にちょっとご案内をしたい、というかご紹介したい案件がございまして、それが、IDP オブザイヤーというものでございます。私ども学人では、2012年、2013年とそれぞれ学人アンケートの結果をもちまして、まあ、その年度最も模範となる IDP を表彰してまいりました。で、まあ、今回、学人の体制が若干変わった、まあ、事業として始まったということを受けまして、学人アンケートのみならずより幅広く、まあ、IDP に関する顕著な活動が見られた、そういった機関様を表彰するということを行っていこうと考えております。で、こちらにつきまして学術認証運営委員会、学人の運営部隊であります、この委員会におきまして検討を行いまして、まあ、IDP オブザイヤー2014を決定したところでございます。それを、まあ、この場で皆様に発表させていただければと考えております。発表は、学人を代表いたしまして学術認証運営委員会運用作業部会主査の中村先生からお願いしたいと思います。はい、IDP オブザイヤーということでですね、これまで2回すでに表彰させていただいております。で、第1回はですね、大阪大学で、第2回は山形大学ということで、まあ、いずれもですね、
まあ、模範となる、IDP の運用をして、いただいている組織の方と、いうことでですね、まあ、先ほど、ご紹介ありました学人アンケートの結果に、主に基づきまして、まあ、模範となる運用を、していただいているというところでですね、表彰させていただいていました。で、まあ、大体、多くの大学がですね、どんどんこうしっかりとした運用に、なってきているというところもありまして、まあ、IDP、というのをですね、まあ、大学としてどういうふうに、位置づけてですね、しっかりと運用していくかという観点で考えていきますとですね、まあ、学人アンケートの内容に必ずしもこだわる必要はないだろうと、いうこともありましてですね、また、まあ今回の IDP オブザイヤーは、新しい、学術認証運営会の体制の下での初めての表彰という形でもありますので、まあ、そういった観点からですね、検討をさせていただきました。それでですね、出ました、今回の結論といたしましては、金沢大学をですね、今回表彰させていただきたいと思います。でまずですね、受賞理由に関して簡単にご紹介させていただきたいと思いますけれども、まあ、今回ですね、金沢大学を選ばせていただきました理由としましては、まあ、様々なですね、まあ、金沢大学として、まあ、学人のですね IDP を非常に様々な形でご活用、いただいていると、学内の様々なサービスの中でご活用いただいているという中で、まあ、セキュリティっていう観点にもですね着目されまして、で、まあ、様々なその認証のですね、高度な、対応と多様性認証の導入等ですね、非常に積極的に、ご検討され、ですね、我々と一緒に、まあ、積極的に取り組んで、来ておられたということでですね、学人、認証委員会の中でもですね、ぜひとも、金沢大学を表彰すべきというご意見をいただきましたので、今回表彰させていただく次第でございます。はい、ということでですね、いつものように伺いまして、表彰、させていただきますので、金沢大学からですね、笠原先生に出ていただけるかと思いますけれども、ご登壇をよろしくお願いいたします。IDP オブザイヤー、2014、金沢大学 IDP 運用責任者、笠原、よしやですね、すみません、殿、企画の運用する IDP は、学人、参加 IDP 中本年度最も、本年最も顕著な成果を残したと、評価を受けました。よって全 IDP 運用機関の模範としてこれを表彰いたします。平成27年、6月11日、学術認証運営委員会運営委員長、足立淳代理中村元則。はい、でいつもの副主将のエビット君でございます。はい、はい、おめでとうございます。中村先生、笠原先生、ありがとうございました。笠原先生、よろしければ一言お願いできますでしょうか。金沢大学の笠原です。この度はこのような、表彰をいただきましてありがとうございました。うちの大学は、ちょうど学人がちょうどテストフェデレーションの頃に、うちの大学が、まあ、シングルサインをしなきゃいけないということで、検討してた時にそのフェーズが走ってたんですけれども、まあ、うちとしてもやっぱりシングルサインをやる時に自分たちで独自でやろうとするとやっぱなかなかうまくいかないので、やっぱりよく分かっている大学さんと一緒に協力できること、あるいはその共通でできることをやろうと思ってやってきたというのが、まあ、最初です。
で、まあ、その後いろいろ私たちのところで、まあ、全額 の、 そのアイディアを扱うことだったんですけど、まあ、ちょっと私も含めてあの担当者みんなあの心配性なものであのその辺をなんとかもう少しあのセキュリティ高める方法ないかとか思っていろいろやってきたのが、まあ、あの多要素認証であるとかそういうものになったかなと思います。あの、まあ、今回あのこういう賞をいただきましたけれども、あの、まあ、明日またあの講演ありますけれども、あのうちの担当の中でも特に松平君があの一生懸命やってくれたということをご紹介したいと思います。まあ、その件 の、 あのうちの大学が今後どうするかということに関しましては、まあ、ぜひ明日あの講演の方で聞いていただければということで、よろしくお願いします。あの最後ですけれども、まあ、このような表彰をいただきましたので、これをいただいた直後にですね、なんか、うちの IDP がやられてしまうとかですね、そういうことあの絶対ならないように、あのこの賞が、そういうことであの権威が落ちぶれるようなことないようにか、今後も頑張りたいと思いますので、まあ、これからもどうぞ皆さんとよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、笠原先生どうもありがとうございました。金沢大学 IDP 運用責任者笠原先生、そして金沢大学に今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、以上をもちまして私からの学認のお話とさせていただきます。